京都立花中学校高等学校は1902年に中森武夫先生の方が、作られた学校ということで、中学においてもですね、高校においてももう変わらず、自立した生徒をいかに育てていくのかということを意識して教育活動を行っているという学校です。京都立花高校は中学以上に文武両道というところで、まずはしっかりと自分を高めるために授業を大事にやっていきながらですね、将来自分がこんな風になりたいという、そういった人間になるための進路を実現するんだっていう、そういう気持ちを持って自分が輝ける、そういった場所があるのが高校かなというふうに思ってます。いろいろな面で自分がやっぱり頑張ってきた何か、そういった自信であったりとか、そういったものっていうのが大きく影響すると思っているので、例えばクラブであったりとか生徒会活動であったりとか、そういったいろんな課外活動、当然ボランティア、外で活動とか、そういった活動を熱心に自分の目標にしっかりと目をそらさずにですね、力を尽くしてでやってきたことっていうのは、その先結果がどうであれ自分のその成長にしっかりとつながっていくものだというふうに思ってますので、そういった志をしっかりと持って高校生活、充実した学校生活が送りたいというふうに思っている生徒さんにですね、ぜひご受験いただければなというふうに思ってます。学校づくりっていうのはどんなふうに成長していってどんないい活動をするのかという側面だけじゃなしにですね、そういった生徒たちの自由な思った活動、それをきちっと支える、サポートする教職員の動きっていうか活動がすごく重要だというふうに思っているので、教員それから生徒が一丸となってやっていく学校っていうのが魅力的ないい学校になっていくと思うんですね。元気があって明るくて影響力があっていろんなところでリーダーシップを取れるような、そういう人間が立花から輩出できるような、生徒たちに対して感謝の気持ちを忘れずに、そういったことを私たちが絶対に忘れないようにしながら生徒たちに寄り添って教育活動を行っていきたいなというふうに思っています。